こんにちは、こんばんは、おはようございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。ゴスケです。ちょっとね、冒頭の挨拶を変えさせていただいたんだけども、うん、まあ今日もね、ちょっと動画やっていこうと思います。おう、はい、って感じでね、きっと誰かの影響を受けてるんでしょう。はい、どうだね、いろいろあって全然進んじゃいないんだけど、まあ下ごしらえは終わってるかな。はいはい、全部ね、コマは磨いてあるんですよ。今回のお話は、そうね、定規、レザークラフトの定規のお話をしようかなと思います。定規といってもね、もう一言で定規って、もうすごいあるのよ、レザークラフトの定規っていうのは。まあ世の中に定規っていっぱいあるじゃん、いっぱいあるんだけど、そうね、例えばって言ってもいっぱいあるんだけど、これも定規なんだよね。これも定規。なんかちょっと変わったものをお見せしようか、お見せしようかなと思ったんだけど、ちょうどないな、ここら辺に。どっかにあるはずなんだけど、はい。例えばね、これ釣り定規で、上から釣ってある定規で、端っこからどんぐらい縫いますよみたいなのをこうやってね、調節してやる定規。これも直線用、曲線用、ポチンとしたちっちゃい穴にやってぐるりと回すよとか、まあいろんなのがあります。大きな曲線は OK、 ちっちゃな曲線はこれみたいなもんもあるし、さっき見せたね、ローラーのやつはここに最初につけるやつなんだけど、あれは純正でついてるやつで、これはね、ラスカスさんのやつで、全然これはこっちの方が使いやすいと思ってる。のやつとか、これはミシンの定規ね。これ釣り定規だけど、釣らないでこっちに、下からボンっていく。下からドンと。それが今見当たらなかったけど、帽子定規って言ったっけな。とかね。とかよ。それとか、要はヘリを巻くやつとかも、まあ定規の一つだな、ラッパとかね。でこれがね、ずっと愛用してるこのコンサイズさんだっけな、これ定規ね。ここを測るだけじゃなくって、ここを測ったところからね、平行にどれぐらい深いところまで行ってシュッて線を引くみたいなのも簡単にできるし、直角も分かりやすいし、こっち側にカッティングするためのステンレスの板が剥がれてしまってるけど、ステンのもあるしっていう。これを使うと、2つあると、こうしてこうやってここで線を引いて平行にこっち側にこんぐらいずらしてとか、いろんな、まあまあ使えるよね。三角定規でやるようなものなんだけど、これいいよね。とかね。こいつは、もっと大きいやつもあります。まあこれぐらいが使い勝手がいいんだけど、今さっと出てこねえな。この奥に行ってると思うけど、これぐらいの大きいやつもあります。まあ何せよく厚みは、これはだから長物切るのに使います。こいつは手を切らない。定規って、これこっち側がカッティング定規になってるんだけど、ステンの板が張ってあるでしょ。指がこう入るね、こう押さえておいてこう切るから指が切らない。これね、嘘みたいだけど、こう押さえてスッといって、ここザクッといったことあります。俺そんなやりそうもないじゃん。でも何度も何度もやってると、こうちょっとはみ出てて、サク
いてーってやったことあります。はい、それが絶対ないね、ガードが入ってるんで、あのおっちょこちょいさんはおすすめです。はい、とかね、全くメモリはないですが重りにも使えて厚みもあるステンの板、これも定規として使えるよね。うん、これはだから幅がもう決まってるんで、こうやってここからここから遠ミリのところで切るって言えばもう毎回これじゃん。5ミリ、10ミリ、15ミリ。だからこうすれば15、15。こうすれば30、20、15の幅が作れるわけよ。これあの、だから3本セットなの。まあバカ棒みたいな呼び方もするけど、まあ定規の一種だよな。うん、これあの、マルチバーっていうんで、うちのサイトに売ってます。はい、それとかこの辺のね、はい、等間隔にまたはつじつまを合わせるためのところとかね、ピッチをこれでこうフラットオールで穴を開けていくための定規、それのプロトタイプ試作品とかね、ヨネちゃんとまたなんかいろいろ考えてね、ちょっと世の中逃げわしたいななんて思っちゃいるんだけど、なかなかいいアイデアが最近浮かんでこない。もう目の前のものを片付けるのがいっぱいいっぱいになっちゃってますけど、うん、定規いろいろでした。はい、だからまあ今紹介した中でね、知らないものがあったら、まあめっけもんじゃない、ああそれ便利だな、ちょっと使ってみようみたいなものがもしあったらね、うん、なんです。それがまあなんていうのかな、もう考えようで、このカッティングマットだってメモリ振ってあるし、ここに革をペタッと貼ってね、こういうふうに、例えばだよこう貼るじゃない、ペタペタって両面テープで貼っとくじゃない、こういうふうに。ただもうこれを毎回こうシャコって合わせてシュッといって切る、同じはいまた次ここにこう合わしといてカツンと合わせて切るみたいなとかね、そういうジグにもなる、定規にもなるじゃない。まあこういうね、数を多く作ろうと思うと、そういう効率みたいなものもね求めていかんとならんしです。はい、定規のお話でした。はい、なんかね他にもある気がするのよ。今パッと頭に思い浮かんだものをババーっと今やったんだけど、他にもなんか定規あるような気がする。だしこの定規っていうカテゴリーのものっていうのは、なんかまだまだこうあったら便利で、まだ世の中にないものがあるカテゴリーだとは思う。うん、そこが得意なのがサンタ屋さんだよね。見たこともないようなもの、今まで世の中になかったものをパンパン出してるじゃん。まあ定規っていうカテゴリーの中だろうなとは思うんだけど、うん、定規の話はもうここで終わりと思ったんだけど、まだ出てくるね。よいしょ。でまあまああとね、動画のタイトルにも書こうかどうしたか迷ってるんだけど、もう一つのトピックというかね、お話ししようかなと思ってることがありまして、これはあの、なんだろう、いつもさダラダラとあの俺はこう作業しながら喋ってるじゃない。なんかポリシーというか、なんていうか、動画のためのに何かをしない、あくまで動画は俺の仕事をしてる中でのついで、メインにはしない。だから要は動画のためにいろいろやって、こう手を止めてしまって、例えばこう身振り手振りでこういろいろやるじゃないっていうのは、あの物を作る上ではマイナスなわけじゃない。
ただでさえいくら作っても在庫が増えないと。で、早く欲しい人はね、今ありがたいことにたくさんいるというところで、なのであのスピードをこっちのスピードを落ちるんじゃったら本末転倒でね、新規にお客様がいっぱい欲しいわけでもない。じゃあなんでっていうところで、だから手を止めちゃいかんのよ。それは重々わかる。でもまあね、皆さんこうやって遊びに来てくれて見ていただいて、でまあゴスケ屋というものをね知っていただく機会が増えて、でうちのレザーアイテムだけじゃないよね、いろんな道具やらなきゃ材料やらもね、あの買っていただいてるわけですよ。だからそういうの分かりやすく使い方とかも説明しなきゃいけないのは俺の義務だと思ってるんで、それはやらんとならん。まあいろいろそういう考え方はあるんだけれど、どう今日はたまたまちょっと手を止めてますけども、今後のね動画のこの方向性について、あくまで俺は今喋ってたようにこの作る手を止めちゃいかんっていうスタイルでやってきたので、動画のために編集も簡単な編集しかしないでしょ。ごくごくたまにこれにちょっと文字が入ってみたりとかもするけれど、それはこう動画を見る上でこの見苦しいところとかこう勘違いするようなところに注釈を入れたりしてるぐらいなもんで、でもねやっぱりちょっとな、あまりにもひどいなって思ったりもするわけで、最近よく見るさ、あの更新が楽しみな YouTuber の方がいるんだけど、まあちゃんとしてるわな、ちゃんとしてる、ちゃんと YouTube としてのコンテンツとして成り立ってる。まあ当たり前のことなんだけど、うちがおかしいんだけで、でも人に伝える能力っていうか、なんていうんだ、まあ俺のこのむさ苦しい顔もあまり出してないですが、表情も大切だなと思うんだよね。でやっぱり本も仕事しながらだから、ずっとこっち見て目線をこっちへ向けるってことがあんまりないでしょ、うん、でもやっぱり時にはこの見苦しい顔だけど視線をこっちに持っていって訴えたいことは訴えるみたいなことがでしょあってもいいのかなと。大事なことはね、いいよそんなやんなくてって思われてるかもしれないけど、うん、そうなんだよね。それとかこの季節、例えばだけど、まあそんなにいっぱいないんだけど、あの梅雨時期、今の時期なんて秋の長雨なんて言ってね、長く雨が降る時期があって湿度もドンって上がったりもするよね。梅雨ほどじゃないんですよ。だそういった時はこの工具のね、錆止めとか錆取りとか、そういう工具のお手入れのことを挙げてみたりとか、そういったことを何もしてないじゃない。ただいろんなコンテンツっていうか、いろんなこうものを取り上げちゃいるけど、もう少しだからエンターテインメントっていうかな、なんていうのかな、見ていただく人、来ていただく人の有益になること、あ、知ってることだと思っても、あ、そう言われてみればそんな時期だなって思い返してもらえれば、それはそれでよしじゃない。でたまたまそういうことを知らなかった人にとってはちょうどタイムリーないいニュースだったりもするでしょ、うん、そんな風にねちょこっとは考えてもいいんじゃねえかなって思ってます。こっちがあったね、はい、どうでしょう。とは言ってもな、とは言ってもな、今こうやって喋りましたよ、まあ、宣言までいかないけどそんな風に思ってるっていうのは言いましたよ。でもね今後の動画を見てですよ、あの全然変わってねえじゃねえかよって怒られそうですけどね、怒られそうですけど、でも少し今だからなんていうのかな、テンション上げてます、うん、ちょっとテンション高いです。やっぱり、うん、伝えたいことがあるならばそれなりにこちらのテンションも上げていかないとなとか、だってひどい時はよ、こう作業してて
喋るのを忘れてこっちで集中していることもあるじゃない。まあそれもそれでうちのスタイルといえばそれまでなんだけどね。ああそれでも遊びに来てくれてる皆様なわけでしょ。まあそんなに視聴者を増やそうとかね、チャンネル登録者数がとかそれをもっと増やしたいなんていうふうにはあんまり思ってないんだけど、まあありゃあったに越したことはないけど、そんなにだからそれのためにスピードが落ちる、作るものがおろそかになるっていうのは、要は現役で手を動かしている職人がおすすめするボンドであったりするわけなんだけど、なんかその説得力が弱まるじゃない。そんなことを気にしてたりするんだけどね、それもこれもな、まあ程度だよなとか、うん、なんかだからちょっとだけ大きく修正するつもりはないけど、ちょっとはね、あれよ、これ喋っててちょっとはねとか、もう少し画面の向こうに俺が語りかけるような、そんなのがあってもいいよね。とは言ってもここから下しか出してないですけど、まああれよ、あのちょいちょい出てますよ、むさ苦しい顔は、うん、まあそんなこと考えてます。まあね、まあね、まあね、これで減ってっちゃったら嫌だけど、逆にこういうふうに、うわこいつもう薄、なんか最近うざったいとか、うわ見苦しいって言ってチャンネル登録解除してくれる方が、くれる方しちゃう方が増えちゃったら、それはそれでね、お前何やってんだよってことにな、自分に突っ込みそうですけど、よいしょ、今ね4000いくつ?もうすぐ4760人とか、そんなじゃなかったっけ、違ったっけ、なんか、あ、4970とか、あれちょっと定かでないんだけど、あ、俺もうすぐとチャンネル登録者数5000人じゃんと思って、こんなチャンネルだよ、本当にびっくりするぐらい手間はかけてないじゃない。ねえ、動画をこれ細切れに撮った動画をパソコンに入れて、細切れ、あの間にデデンとかシャキーンとか入れて一本にして終わりじゃん。そんな編集なんて呼べないようなことしかしてない。しかも言いたい放題やりたい放題で、ロックスっぽ企画も何も考えたわけでもない。ねえ、俺がただ喋ってるような、たまにはね、いろいろこうハウトゥーみたいなことはやるけれど、それが5000人ね。で、植物系のね、すっごくちゃんと作ってて、すっごくこう親身で分かりやすくて、コンテンツとしてもちゃんとしてる方々が同じようなチャンネル登録者数だったりすんのよ。いや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 、ちょっと待てと。レザークラフトなんていうより園芸の方が趣味として持ってる方は多いと思うんだよね。絶対多いと思うんだよ。まあそれだけあれなのかもな、チャンネル数も多いのかもしれないけど、だからなんか申し訳ねえなみたいな気持ちもあったりします。はい、ということでね、少しだけ方針変換しますよ。微妙な違いだとは思いますが。
今日のご飯は何にしましょうかね。餃子にしようと思ったんだ。餃子は酢にさ、黒胡椒をわしゃわしゃーっといっぱい入れたタレで食べるってと思ったけど、食べてみたら割といけた、うん、でも普通に酢醤油にラー油が好きなんだけど、そこにね、一手間ね、みじん切りにしたネギをどさっと入れると、薬味だよね、薬味大王なんで俺、薬味をいっぱい入れると美味しいよ。よかったら試してくださいませ。はい、てな感じで、ちょうど終わるからね、今回の動画は終わろうと思います。もうちょっと進めたいな、どうしよう、ちょっと悩み中ですが、とりあえず動画は一旦終わろうと思います。また遊びに来てください。バイバーイ。